飛びレリューどうもゴルフゲームはやったことがありますが、実際のプレーには興味を持てず、人生でまだ一度もゴルフをやったことがないカンジールーです。このファイティングゴルフっていうファミコンゲームを昔やってて、やり込んでて、ナッソーゲームっていう言葉覚えました。カンジールーです。ってことで、今回の興味ねえニュースは、UUUM が社運をかけて運営している YouTube チャンネル UUUM ゴルフ。その UUUM ゴルフで立ち上げから3年間ゴルフレッスンを行っていた講師の中医学さんがこの度 UUUM を退所され、それを報告する動画内にて中医学さん本人が、本当に円盤だったら退所はしないですよねと、今まで UUUM を辞めていた YouTuber とは違い、 UUUM ゴルフの言わずにはおけない数々の愚痴を列挙炎上したその動画によると、中医学さんが不満を持っていらっしゃった点は、UUUM ゴルフの再生数が増えてきても、自分は固定給だから給料は一度も上がらなかったんですよね。あはははは。その他にも、UUUM ゴルフの人気が出てきても一切 UUUM 社員からは感謝もされなかったこと、それと UUUM から動画以外の仕事もほとんど振られることがなく、それなのに UUUM に入る前から契約していたゴルフメーカーのスポンサー契約料も UUUM に一部よこせと言われたこと、また UUUM 自体を嫌っているゴルフメディアが多いので、自分に来る仕事が減って以前より稼ぎが少なくなってしまったということなどなど、募りに募っていた UUUM への不平不満をご自身のチャンネルにて洗いざらいぶちまけられました。川田社長の大切な生え際で持ち球がバックスピン2。そして中医学さんがその動画をアップされた後、 UUUM は公式ホームページにて中医学さんの発言が事実とは異なるとし、法的措置も考えていると中医学さん側を牽制。それに対して中医学さんもすかさず反論動画を出して、さらに炎上中です。川田社長の逆鱗にホールインワン2おめでとうございます2。まあ今後どうなることやらですが、個人的にゴルフやらないんで、中医学さんなんて全く知らねえ日焼けしたおじさんでした。では今日は最後に、ちょっと前に作ってメンバーシップ限定で上げていたこの動画を載せておきます。ご覧あれ。ムーニーさんに車好きが集う場所に連れてこられました。ブンニーさん思い出した、海に来たね1年前もバーベキュー食べに。あのそうゴッホの服着てきてる、来ましたね。時期一緒ぐらいじゃないかな。こんな時期でしたっけ。そう、あの時も暑かった。ちょっと確かに夜寒かったよね。夜は寒いんで、で昼間は暖かかったんで、1年ぶりですね。1年ぶりですね。増えてます。幸福糖の幸福糖って何すかそれ。実現幸福糖の何を実現するんですか。幸福実現糖だっけ。これ何。これなんかフィリピンの友達にもらったやつで、なんかこれをなんか人から人に渡していくらしいんですよ。よくわかんない。誰にくれんの。で、私が誰かにまた今日鈴あかねさんに渡せばよかったけど、あでも待って、これなくなっちゃったら誰に渡したのとか言われたらまためんどくさい。めぐみに渡しゃいいじゃん。めぐみに渡しゃいいじゃん。それを回されたんだから。変なレモンチャレンジやりたくもないレモンチャレンジをでしょ。メグインさんからね、なんかレモンチャレンジのね、ご指名をねいただいちゃったんでね。まあやりたくない。事前には言われてなかったんでしょ。だからやりたくないっていう。ありがとうございました。気をつけてくださいね。はい、どうも。やりたくないって言われたらどうかって言われると、そんなに何パーぐらいでやりたくない。まあ50はいかないけど、でもまあせっかく来たからやろうっていう。86の割合で。86の割合ですね。ちょっといや計算合わないじゃないですか。8たす6は12ですよ。12じゃねえ、8たす6 14ですよ。86の割合でやりたくない。でもまあめぐみさんだからやってやった。やってじゃなくて、めぐみさんだからぜひこれはやるしかないなって。そっちの方が。誰回したの。いや回さないです。え、回すやつじゃないの。回す必要ないじゃないですか。なんちゃらチャレンジでしょ。あれ回さなきゃいけないんですよ、誰かに。なんかあるよ、バトンとかじゃないの、そういう。いや別に誰かに回してください。あんまりそういうの好きじゃないですよ、回す。そうなんだ、言わなかったんだ。いいや、ただ別に何のやり取りもしてないですよ。ただタイトルに「杉浦文珍さんです」って書いてあるだけだったから。じゃあ何回す？めぐい？え？めぐい回す？何を回す？回すって。あ、あったあった。 V さんそれ回しちゃいいじゃん。めぐいにそれ回しちゃいいじゃん。いや、これは変な石。幸福実現党員が持ってそうな変な石を回すチャレンジすればいいじゃん。いや、これなかなかね、どういうタイミングで渡すのか、誰かにちょっとまたフィリピンの人にこれもうちょっと詳しくこいつを聞いて。振られた人？フィリピンの。あ、違う違う、その人はまた別です。別の友達なんですけど、意味がよくわかんないんで。フィリピンの幸福実現。だから間違えたやり方するとね、なんかやばいです。やばくはない。それで死んじゃったらやばいです。回しゃいいじゃん。回しゃいいよ。めぐいになったら喜ぶんじゃない？文治さんがいじる見てみたいけどね。すごいいじるところです。いじるな。関根って呼び捨てしてるの見てみたいけど、急に言ってみて今度。それはちょっと恐れ多いなって。なんだよ関根はよ。最近の YouTube 動画について指南すればいいじゃん文治さんの。いやいや、それはちょっと逆に。なんだよ何々大好きってなんか何々大好きって言われて。あれ何あれって。口聞いてくれなくなっちゃった。文治さんがどう思って書くのとめぐいが何々大好きって書くのと一緒みたいなもんだよね。一緒なんですか。だって毎回書いてるじゃん。文治さん毎回書いてる。パクられてる。めぐいさんの中でハマってるから。パクられてるって。パクられてるんですかね。手法を文治にして。あれ手法なんですね。あ、そうどうもにねと同じ。そう毎回どうも出すじゃん。それを流行らそうとしてるってわけで多分。ああ、なるほど。ってことは私の方が先にやったってこと。そうそうそう。ずっとやり続ければ浸透するみたいな。なるほど。あ、そう大好きといえば俺みたいな感じだ。そうだと思うよ。文治さん的にあれは？あんまりワード的に強くねえかなって。あ、ちゃちゃ、そういう別にディスってだけじゃない。ちょっと言ってよ。ちょっと言ったって言ってあげてよ。ワード的には俺からしてみれば。いや、違う違う違う。大好き、何々大好きって毎回サムネに書くのは。いや、あんまり強い言葉じゃないから。もうちょっと自分だったら画数もねないですね。大好きだ。もうちょっとこう印象的なワード。例えばどうもとか。それも自分じゃん。じゃあ大好きがの代わりにするとなると何って言われるとまたそれ思いつかないですよね。こんにゃくとかでいいじゃん。こんにゃく意味が。画数すごいじゃん。あ、こんにゃくカタカナじゃない。あ、カタカナじゃないです。書けないでしょ。書けないですよね。どうもと一緒ぐらいだよ。レモンじゃもう米津だし。なんあれレモンもそれから来たの。文治さんのどうもに似てるってことから。あれ？あれまさかあれもパクられた。あれもパクられたんじゃないの？私にしたことを忘れていませんよ。